ガー小路クラブという名前で今回は出させていただきます。メンバーはバンドリーのコウスケさん、ギターのヒロさん、ファンドリーのタクヤちゃん、カバキンのキャディさん、マイルドコスです。よろしくお願いします。1曲目はクリストーバン・バスクさんという方のオーストーナル、今の季節にぴったりな秋という曲をお届けいたします。
ありがとうございます。大となる秋という曲でした。次の曲はですね、ちょっとこんな格好してるんですけど不本意ながら私は今年還暦を迎えてしまいまして微妙な拍手ありがとうございます本当に不本意な、誰でも通る道なんですけどでですね、ちょっと、60ということで年を感じるところもあるんですけど、還暦迎えて何が良かったかっていうと2つあって、1つは一応会社も定年、一時定年ということになりましてね、退職金とかですね積み立ての貯蓄が満期に入ってます。人的に金持ち気もちょっと味わってるんですけど、その金でこれから暮らしていかなきゃいけないので大事に使います。それとあともう一つは、これ初めてこんな経験したんですけど、僕のために曲を書いてくれたということで、次の曲はその曲を、やりたいと思ってます。本邦初出しですよね。そうですね、夏にメンバー、声かけたメンバーが集まってくれて、小路の練習会をしたんですけれども、その時に間に合うように一応前日がこのすけさんの誕生日だったので、なんかできないかなと思って冷蔵庫の中とか見て、あげられるビールとか探したんですけどもう手を挙げたの曲をプレゼントしようかなと思って急いで帰って持ってったんですけど、その時はちょっと時間がなくてできなくて、また今度ねっていうことで、今日いい機会があったので、この機会に初披露をしたいとおっしゃってくださったので、演奏させていただきます。パラベンス、パラ K という曲です。コテコテですけどThank you.
レーキが非常に多いですけど、やっぱり年をもうパカってという休み休みやった方がいいよね。みんな楽しいかなと思って。ありがとうございます。3曲目、あ、今日4曲やるんですけど、もう1曲オリジナルを演奏します。次はのびねこたんぽっていう、のびおさん、岩田のびおさんの、還暦祝いに作った、これも還暦祝い。還暦祝い。3年前に、2、3年前に演奏、のげで演奏したのが初演だった。初演ではないんですけど。やっと仲間に立ってもらいました。のびおさんが猫の写真とか撮るのがすごくお上手で、よく Facebook 見た方、見たことのある方は分かると思うんですけど、すごい猫があくびしている写真とか、本当に野良猫なのっていうような感じで、ね、撮ってらっしゃって、そこをイメージして作ったのが A メロで、まあ、いつものびおさんが散歩しながら猫の写真を撮って歩いている姿を B メロ、C メロみたいな感じで作ってみましたので、はい。Thank you.